いつからもうずっと見てるんですか、サンゴ。でもずっと見てます。もうほんまにずっと応援してます。ヨシアキがいた時とかは見あ、ヨシアキとかでも見てました、見てました。はい、はい。すごいな。なんて言うんだろう、僕が日常生活、まあまあ仕事も含めてですけど、生きてて一番声出すん、サンガの試合見てる時なんですよ。本当に。それぐらい、だからいつもあの土日に基本試合じゃないですか。だから見れないんで、あの家帰ってあの携帯でもうライブ感覚で見るんですけど、だから何の情報もシャットアウトして、あの結果を知らずに、知らずに、あのもう試合開始の15分ぐらい前からあの放送始まるんですけど、そこからもうちゃんと見て、ユニフォーム着て本当応援するんですよ。すごいな。本当にもうそれぐらいなんですけど、もう大きい声出し家で応援してますし、ハーフタイムも飛ばさんとちゃんとハーフタイムも、僕も休憩してハーフタイムに、で後半もう一回応援するんですよ。結構サンガファンっていうか、まあファンはみんなそういうぐらいの気持ちで応援してると思うんですけど、僕はまあそれぐらい常にあの試合を見ながら応援していて、入り込んでくれてますね。天皇杯とかルヴァンカップとかだと平日試合あるじゃないですか。だからそういう時は結構見に行ったりして、あとはとにかく単純にあんなに走れることがすげえと思いながら、あの見てますけど、走る量が増えたんじゃないですか。走る人だったら1試合に10何キロとか ね、 ね、うん、しかもスプリントしてあんなに。めっちゃ1個が聞きたいのは、なんか一番の疲労回復の方法みたいな。いやそれはね、わかんないです。あ、そうなんですか。食べて寝るが一番じゃないですか。やっぱそうですか。なんかこれはなんかやった方がいいみたいな疲労回復の方法ないですか。逆に知りたいけど、でも疲労の種類が、はい、はいはい、あ、ちょっと違うか、違いますよね。そうか。どう疲れるんですか。どう気持ちいいっすよ。気持ちっていうか頭が、はい、あ、頭もめっちゃ疲れるんですよ、うん、やっぱ数乗ると頭めっちゃ疲れるんで、ブドウ糖しっかりとる、うん、あとはもう、まあ、僕は本当に僕もよく食べてよく寝るぐらいなんですけど、それでもやっぱ疲れて結構取れない時、特にこの夏あったんで、なんかサッカー選手ってどういう風に疲労回復してるのかなっていうのはすげえ気になってたんですけど。僕はまあ問題があればあのトレーナーの方にお世話になってなるほど。サッカー選手に多いのは交代、水風呂とあやっぱお湯と交代浴したりとか。なるほど。食べ物系も結構でも気になりますけどね、うん、なんか検査とかして、はい、本当にもうかっちりやめてた時もあったんですけど、はいはい、なんかちょっとストレス感じちゃって、はいはいはい、たまに食べたいなって思ったりして。なるほどなるほど。あ、わかりますよ。そうですよね、うん、そのストレスの方が逆効果になる時もありますよね、っていう風に言ってた先輩とかもいたんで。はいはい、はい、なるほど。でも体重制限あったらあれですよね、気にし、そうですね。でももうやっぱ基本キャリア長くなってくると、なんて言うんだろう、感覚的に自分の今の体重も分かりますし、だからなんて言うんだろう、それ以上食べようとはならないですよね。だからもうあの常に平日も常にやっぱりあの土日のレースに向けて自分の体どう作っていくっていうのが頭の中に一番にあるんで、なんか必要以上にやっぱ食べたいともならないし、結構みんなに体重とか大変でしょって言われるんですけど、勝手に体はできていく感じ、あのその週末に向けてできていく感じなんですけどね。いや絶対すごい、絶対すごいですわ。いやいや、そもそもそうなのか分かんないですけど、甘いものとかもう食べないんですよ、うん、本当に。甘いものも好きじゃないっていうか、まあそんなに食べようとも思わないし、うん、まあ、基本スナック菓子とかも絶対食べないんで、うん、それってやめたらどうなるんですかね。どうなんですかね。でもなんかでも食べたいって思わへんのやったらやめても食べないっすよね。そうですね、そうですね。僕は全然あのカップラーメンとかやめたら食べたいんで。あ、そうですか。あ、でも今やっぱ食べないっすね。今食べないっすけど、あ、まあでも、うん、体に良くないって分かってるから多分そんな毎日毎日食べたりはしないと思うんですけど、はいはいはい、中学生の頃とかはカップラーメン食べてご飯入れてとかしてるじゃないですか。そうですね、そうですね、してますね。あれもう一回やりたいなとかはたまに思うんですけど。普段どんな1週間はどんなあれなんですか。あ、週末にまあ乗るじゃないですか。はいはい、僕たちは土曜日日曜日レースがあるんですけど、
それ以外の日は基本的には火曜日から、金曜日、平日は朝、滋賀県で調教っていって、はいはい、馬の、その練習に騎乗していて、うん、でまあ、休みは月曜日だけなんですけど、カー、うん、から金に乗ってる馬と本番で乗る馬はまたあれですもんね。そうですね、あ、違う、だからまあレースで初めて乗る馬がまあほとんどって感じですね、うん、乗りやすい馬が強いってわけでもないんですか？でもないですね、うん、めっちゃ乗りづらいけど走るってやつもいるし、うん、まあ僕たちからしたら乗りやすいに越したことはないんですけど、うん、やっぱりコントロールできないっていうのが一番怖いんで、うん、乗りやすいに越したことはないんですけど、イコールではないですね、うん、はい。サッカーってシーズンは何ヶ月になるんですか？シーズンはだいたい2月の終わりに始まって12月の頭まで、あ、なんかまあその年によってちょっと夏に中断期間があったりとか、なんかいろいろあるんですけど、ジョッキーの方はいつがあれなんですか？僕らは本当にオフシーズンがなくて、そうです、だから基本的に僕とかはあの厩舎に所属してるジョッキーっていう風になるんで、本当に1年間の中で連休が1回もないんですよ。イレギュラーな休みっていうのがもう元旦だけで、うん、それ以外は本当に馬乗ってる感じなんで、だから1年間続くんで、やっぱその体の方もそうなんですけど、やっぱ心の方もなんかうまく自分の、うん、なんて言うんだろう、心と付き合っていかないと結構潰れそうになったりもするんで、だからやっぱり家族もできて、うん、なんかそうやって頼れるところだとか、やっぱ癒されるところができて、その1年間の過ごし方みたいなのがやっと分かってきた感じなんですけど、しかもデビューも早いし、だから長いこと、めっちゃ長いことやってるってことですもんね。確かにここまでやってこれた秘訣は気になります。秘訣は別に、うん、まあ、周りのことでね、その同じ選手の同じポジションの選手が活躍したとか、はいはい、なんかそういうのでこういろいろあーって思うこともあるけど、あんまり強くは思わない。もう自分のことに集中してるというか、はい、自分ができることに全力注いでる、うん、それはまあもうピッチの中だけじゃなくて、うん、あー、いやー、難しいですね。なんかまあもっとこうガツガツ、フォワードの選手ってエゴ強い人多いんで、なんかまあそういうタイプで生きてきたらよかったのかなって思う時もありますけど、でもまあ僕はもう性格上なんかそういう感じでもないの、自分でも自分ではそう思ってるんで、まあそれが逆にここまで来れてる理由でもあるのかななんて思ったりはしてるんで。大丈夫かな、大丈夫ですかね。今もう思い起こすことない？なんかあります？まあ、どう、まあこうやって話してて、はい、まあもちろんジョッキーの菱田くんですけど、はい、まあもうサポーター並みにこうがっつり入ってもらってて、はい、こういう話聞くとやっぱりゴール裏とかスタジアムでこう普段サンガを応援してくれてる人っていうのはそれぐらい気持ち入れて選手やチームのことを応援してくれてるんだなっていうふうになんかまた今日思いましたし、まあもちろん負けたりうまくいかない時あると思うんですけど、やっぱり勝ってそうやって応援してくれてる人たちと喜び合ってる時っていうのはめちゃくちゃ幸せなんですよ。だからあの瞬間をこれからもう数多く味わいたいなっていうのは また思いました、うん、そうですね。もう僕なんかあの1週間例えばあの月曜日とか火曜日とかになんか今日気分いいなとか、あ、なんか気分あの良くないなって思うんですけど、なんでやろうって考えたら、あ、週末さんが勝ってたわ、なんかサポーターっすね。そうそうそう、だから本当にもう僕あの平日のなんかこう、あ、なんか気分いいな、あ、さんが勝ったからやなみたいな、やっぱ、ね、ファンの人ってやっぱそれぐらいだと思いますね、はい。試合映像しか見てないんで怖い人なんかなと思ってた。怖い人、ああ、フジパンカップの時はいました。いました、小学生の時ですよね。小学生、あの時は滋賀のチーム。滋賀のチーム、どこにいたんですか？